こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国のデパートで商品に不満があり陳列台を破壊しまくり暴れている女性がいたようですが、偽物を売られたとアピールしていたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ソウル市内のあるデパートで購入した製品に不満を抱いたある女性客が売り場を訪れて暴れる姿が公開され、議論が起きている。顧客 A 氏はソウルの某デパートの靴売り場で重機をすべてひっくり返して壊した後、売り場の前に横になった。当時彼はピンクのワンピースを着て靴は履いていない状態だった。 A 氏は一連の状況が盛り込まれた映像をデパート側の同意を得たと YouTube に直接載せたりもした。 A 氏は自身が怒った理由について、該当店舗が正規品ではなく偽物を売ってむしろ職員が叫んだと主張した。 A 氏が載せた映像に当時の状況を目撃したというネチズンがコメントを残したりもした。彼はショッピング中にリアルタイムで見た。売り場に販売されている製品戸棚をすべて壊して人命被害はなかったのかわからない。いくら怒っても職員たちとショッピングした人たちは何の罪か、いくら怒ってもそうしてはいけないと書いた。 A 氏は事件当日通報を受けて出動した警察に連行され、現在調査を受けているとが報じた。それではネットの反応です。人生そのものが偽物の人生だね。ビニール袋をくれないとコンビニに車で突っ込んだ男の奥さんと推定されます。後ろ姿も見てもサイコと判別できる。精神年齢が5歳だね。物を買ってあげないと横になるのが同じだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。